す。
で、なんか、このメンバーでバンドするのは2回目で、前、替え歌祭りで、バックホーンやったメンバーで、しばらエルガビアノンっていうから、サプライズ野菜でやらせていただく形になったんですけど、すげえ、替え歌祭りの時もバックホーンめっちゃ楽しいライブをオーディエンスと現場にやらせてもらって、思い出深いライブやったんですけど、まあ、多分この思い出深いって感じたのは他のバンドメンバーにも伝わってると思うから、その気持ちをソータに明言してほしい。ちょっとウッと来てましたよ。さあ、お前さん、ちょっといい感じで喋ってるわと思って聞いてたけど、ちょっと、いや、じゃあ俺をウルッとさせても、いやいや、無理俺を泣かすライブじゃ、俺4回ですよ、泣かすライブや。送り出して。じゃあ、ソータが喋れへんらしいから、ミュロちゃんに頼んでもらう。無茶ぶり。あります。シバ、喋らん。あ、そう、シバさん。いや、シバ、シバ、そうやな。まあ、もう一回 MC やるけど。あ、そう。か。ふか。じゃあ、次の曲いきます。Thank you.
に喋ることはないんやけど。もうな、え？あ、あ、何でしょ？なんかね、喋ろうかな。あー、いいよ。なんか、あ、ありがとうございます。このバンド、なんかその、何でしたっけ、3話で組んだって言ったんですけど、一回、あ、カエルの歌祭りか、カエルの歌祭りで組んだって言ったんですけど、一回だけ音源に提出したことがあって、その時ちょうど僕が、何年生だったっけ、2回生のちょうど 春ぐらいに、なんか本松さんに新館で一緒にビラ配りしてる時に、僕もほんま全然来たことなかったから、ディープ。その時にちょうど本松さんが、なんか、僕誘ってくれて、全然知らんかったけど、あ、してたっけ覚えてへんけど、なんか知らんかったんですけど、なんかよく喋りかけてくれてて、なんか優しいなと思いながら、で、そうとはなんか、やらへんみたいな、なんか芝っていうやつもやんねんけど、って言われて、芝、芝誰なんやろと思いながら4回戦芝っていう人が組んでくれんねんみたいな。で、それで、いざ、で、ゆのちゃんも組んで、それで、まあいざ、初めてスタジオに行った時に芝くんがおって、もうマジで怖くてほんまになんか無な、僕らめっちゃミスって無でめっちゃ怖かったんですけど、なんか徐々に、まあ女子大高校の時はそんなあの和気あいあいとできなかったんですけど、セントレスめっちゃ怖かったんですよ、ゆのちゃんと。怖かったです。もうなんかずっと手冷たくて全然、俺は気づかんかったわ、俺。ガチガチです、それ。いや、でもそれでもなんか、女子大3話になって、バックホーム送るだけ難しいネタやったけど、なんか、ほんまに、めっちゃミス、ほんまにマジで引けんくて、僕とゆのちゃん全然違う。ほんまにしばくの、ほんまになんか、何も起こらない方が怖いんですよ。いや、それでもなんか優しい言葉とかかけてくれるし、今回のネルレとかも、なんか、下手くそでも、なんか、アドバイスをしてくれるんで、本当にありがたいと思います。2人とも。僕からは以上です。いや、なんかこんな感じで、あの、ほんまに、ソータもユノちゃんも結構、まあ、1個下だから、付き合いももう3年目で、長いんやけど、それまで、その3年間結構、バンド以外でも仲良くしてくれて、で、まあ一緒にな、よう飲んだりとかもしたしな、アホな飲み会して、ソータが勝手に潰れて、家に置いてったりとか。で、まあ結構、なんやろな、ほんまに、今言ったように、バンドも、この、エルレガーデンと、バックホーム、両方ともエモいバンド、俺の中では結構思い出深いバンドやったけど、まあそのバンド以外でも、付き合いが深くて、ほんまにいい後輩たちだったなって思います。はい、以上です。とりあえず MC としては次の曲に行きます。もう時間も多分そんなないので、
じやと、お前俺がなと思ってたわけじゃないけど、すごい。すごい嬉しいです。はい、じゃあ次最後の曲になります。ありがとうございました。Stop.